はじめまして、11歳と7歳の息子たちがマインクラフトをしたいというので、会話を耐えるなら MacBook や Windows、どのようなノートパソコンをおすすめでしょうか。 Windows のノートパソコンをおすすめます。あと、ひろゆきさん的にこの年齢の子供たちのおすすめゲームもありますか。よし、よければ教えてください。Windows のゲームが良い理由として、今、Epic Games っていうところが、毎週無料でゲーム配ってるんですよね。割と有名な FPS のゲームが配ってて、無料でゲーム配るよみたいなサイトってちょこちょこあるんですけど、Epic ってマジで金が余ってて、Fortnite やってるとこなんですけど、余った金をゲーム会社の普通に市販されてるレベルのやつを買ってユーザーにバラバラ配る、バイオショックとかも配ってましたねっていうのがあるので、なのでちょっと遅いやつなんですけど、たまに最新版を配ったりもするんですけど、なのでちょっと遅いけど割と面白いよねみたいなゲームっていうのを毎週配るんですよ。なのでバックだとやっぱできないこともあったりするので、グランドセフトオートとかも配ってましたねっていうのもあったりするので、Windows で、とりあえずエピックに登録しておくと毎週毎週新しいゲームができるっていう。で、多分英語のゲームばっかりなので、やっぱある程度ゲームやるために英語を覚えなきゃいけなくなるんですよね。で、子供っていうか、ゲーム好きな人ってゲームのために言語を覚えるんですよ。ストーリーとかだとさすがに分かんないですけど、操作方法の説明とか、じゃユニットの名前とかぐらいやったら英単語でそのまま覚えちゃったりするんですよね。だから例えばダイヤウルフって言われてどういう狼かって大体分かるんですよ、ゲームやってる人は。ゲームオブスローンで狼が出てくるんですけど、あ、ダイヤウルフなのねこれっていうだけで、あ、こういう感じの狼ねみたいなのがすんなり入るみたいな。だからなんかそのライカンスロープって言われると、変身するやつねみたいなっていう感じで、割とその単語に対するその知識っていうのが増えるので、なんで外国語の学習の上でも割と僕は英語のゲームをやるっていうのはいいんじゃないかなと思います。